皆さん、おはようございます。小野坂雅也のニューエング TV 始まりますよ。はぁ、どうしたの、この石川。ブリーチやりたい。ブリーチやりたい。ブリーチやりたい。なん、ブリーチ、急にどうしたんですか。ブリーチのコスプレしてブリーチやりたい。ブリーチのコスプレして、ブリーチのコスプレしてブリーチのゲームやりたい。ブリーチのコスプレして、小野坂さんに平子真嗣のコスプレさせてブリーチのゲームやりたい。できます、そんなこと。僕の力では無理です。大阪さんの力で何度か実現できないでしょうか。よーし、じゃあやってみますよ。パー、入ってきた。うわー、うわー、衣装が変わってる。普通すごい、ニューヨーク TV の技術すごい。すごいね。ね、さあ、というわけで、はい、今回はブレソルとコラボです。まあ、そうなんですね。はい、え、小西くんはよくやってるんでしょ、その、年に2回ほど、まあなんかあのブレソルさんの生配信が、はい、あるんですけども、なんかそちらの方に呼んでいただいて、うん、ゲームだけして帰るっていう、ゲームして騒ぐ3時間の放送があるんですよ。そんなのあんの。そうなんです。だから、まあ、大体僕とか、森田くんとか、あと受けさんとかゲストなんですけど、あ、そうなの。3人とも、まあ、特に喋らず悪ふざけをし、後にゲームをし、以上。そんな配信があるんですよ、この世の中には。無駄配信があるの。そんな配信があるんですよね。いや、でもその通りやんな、みんなな。いやいやいや、笑ってるけど、おい、いつもいるやつら。じゃあ今日はもう、はい、パンチさんにお任せしても大丈夫ですか。ゲームは分かります。うん、任せてください。ゲームは分かります。ゲームは分かります、いつもやってますから。でもお任せしても大丈夫ですね。じゃあゲームは分かります、任せてください。ゲームは分かります、任せてください。ニャン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 チャンボーン。始まります。バンチャイ。そんなシーンあったかな。さあ、じゃあ小西くん、はい、早速やっていきたいと思うんですが、はい、まずはね、ガチャを引かしてくれるんだって。何のガチャを引くんですか。ね、ザ・ア・ジ・アルティメット・レ・レ・リ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 ブレイス。え、なになに。リブレイスでいいですか。リブレイスでいいですか。ジ・アルティメット・リバース、はい、どういう意味なんですか、ジ・アルティメット・リバースって。オルタネイト。これでいいんですね。あ、ほんとや、あ、書いてある、リバース3って。オルティネイタル、オルティネイト・リバース3って書いてある。これみんな、今回のキャラは結構強い。真ん中の子がええな、どうせやったら。スターク。俺、左の音出てきたらちょっとわってなるかもしれない。スタークって誰がやってるんでしたっけ。あ、力屋さん。いやー、力屋さんか。ザイルアポロは誰ですか。鳥海さんです。あ、これ鳥海くんなんだ。鳥海くん。あ、これ鳥海くんなんだ。一番気持ち悪いのはアーロニーロは。年子さんがやってるんですか。年子さん、ほんと何でもやりますね。じゃあガチャ部で、もうガゼンがアロニールが欲しくなってきた俺は今。どれどれ、アロニールってどれ。あ、これこれこれ、セキ。もう嫌やー、もう気持ち悪い。いきますよ、行こう。一発で出ると思うんだよ。スタークってめっちゃ強かったですよね。でもスタークってどれ。おお、え、何何。見ろ、これが僕の導き出した答えだ。うわ、見ろ、これが。もう出ちゃいました。ザイルアポロ確定。もう確定で出ちゃったから、もう終わりです、このガチャ。もう一個出るかな。じゃあもう一個出るかな。じゃあ3種類引くまでやるか。そうなんですか。そんなにすぐ出えへんやろ、これ2回。霊力の無駄遣い。あーおお、またや確定やで。見ろ、これが導き出した答えだ。ねえ、こいつすぐ出んじゃん。あの真ん中の子出てほしい、俺。これは？ひ？え？ひ？あ、ひやまくん、今の。何もねえよ。逃げ場なんてね。もうすごい喋ってる。おー！やったー！やったー！やったー！もうこれで目標を果たしたな。あと、いや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 、あれはいらん。あれはいらん。気持ち悪いもん、あれ。セキさん引いてへんよ。やったー！出た出た。セキさん行ってみよう。スターク出ましたよ、ほら。ね。これが欲しかったやもん、だって。
ね、最初それがそれでやりたい言うとったけど、うん、これがいい、これがいい。じゃあもう一回いこう今回は特別ですよ。もし出たとしたら嫌やん。特別ですよ特別ですよ、今回だけ。こんなに弾けるのは今回だけ。ほんまですか。はい。あ、出へんかった。あー、虹、あ、さっきの虹なったら出んねや。俺様のツキツキはないよ。これ、オケ君ちゃん。あ、そうですね、よく知ってる。あ、ね、OK、これはこれはミキ君。わー、さすが勉強家、大阪さん。勉強家です。いや、そう簡単には出ないですね、やっぱりね、虹の人はね。全然出ないですね。どうする、コンシ君も弾いてみる一回。僕、すぐ出しちゃいますけど、いいですか。すぐ出しちゃってください、あの気持ち悪いやつ。穴も二つある気持ち悪いやつ。出ないな。なんでやねん。なんでやねん。見ろや、ちゃんと。いや、出んかったもん。確定弦楽ってやんのんかいな。確定くるかな。あった。あ、あ、ダメだ。お前見ろや、一つずつ見ろ。じゃあ、終わりました。うん、あと、10回も弾くの終わってまうで。10回以内に出しましょう。いやいや、あ、来た。お、来たやん、コンシ君。僕ら、あー、来た。無限に生き続けろ。来ました、ほら見ろ。いやおめでやったー。気持ち悪いの出ましたよ。やったー。はい、ということで、コンシ君、はい、3つとも出ました。よかったですね、無事出て。はい、よかったです。あ、ちょっと時間かかりましたけどもね、全部使わなくてよかったね。あ、全部使う、全部使うつもりだったのに。え、そうなの。僕でも霊曲今2000曲ぐらいありますから。あ、自分のやつために貯めて。なんで弾かないんですか。なんか自分のキャラクター出た時に弾きたいじゃないですか、必ず当たるように。あ、これからまた小西くんの星5みたいなのが出ることもあるんだ。ないんだ次はオリジナルクエストプレイです。オリジナルクエストプレイ、どういうことですか。平子と、あー、何これ見て、ニューヤング TV 記念直撃インタビューって書いてる。それ平子真嗣隊長編だって。まだやってんのにコンプリートになっとるあのオリジナルのコラボクエストプレイ、9月27日からできるんですって、みんなは。あ、すごっ。じゃあ、これの配信した日からできるってことなんですね。これを今日は、はい、いち早く僕たちはやってみましょうと、はい、いうことなので、お、平子隊長、本日はよろしくお願いします。待っとったで、周平。これをセルフ鉄人の表紙に使うなんて、見る目見る目あるやないかい。早速ですが、移動して写真撮影からお願いしますよっしゃ、はるきってこけ。では、インタビューに移りたいんですが、まずは平子隊長がご帝隊に 入隊された経緯を簡単にでもいいのでお聞かせ願いますか。そんな簡単には話せません。パス。パス。では、入隊してから隊長になるまでのお話は。ああ、残念やな、尺が足りひんやろうからな。パース。インタビューを受けてくださる気はあるんですか。パース。なんで違うこと。なんやろお前、ごめん、連れてきといて。その言い草は俺は誰や思っとんねん。ごて一体一のおしゃれさんやさ、もっと聞くことあるやろげ、ボケが。この斜めのこの切るあの髪の毛のラインとか。俺は5番隊隊長のインタビューに来たんですよ。ちょっとやって、平子ちゃんと。え、わかりました。あかんで。ありがとうございました、平子隊長。写真の確認は後ほどお送りしますので。おー、頑張りや。生態調べるって、あいつ今の冗談ほんまに信じたんとちゃうやろな。このままやと表紙が俺とようわからん魚ってことも。おい、シュウエイ、ちょっとタマや、タマ。いや、すごいよね、でもね、こういうの作ってくれるって。直撃インタビューすごいね。うん、
これなんか特別な何かが手に入るんですか、今ので買ったら。何も入らないです。このためだけに書き下ろしたの。このためだけに書き下ろしたお話なの。すごいね。ね、ありがたいですね。ありがたいですね。ぜひ皆さんちょっとプレイしてみてください。ね、皆さんもやってみてくださいね。さあ、次は、はい、いよいよですね、共闘対決をやろうということになっておりますので。わかりました。はい。これ僕はいつもやってます、その、本編というか。あ、そうなの、うん、その時何人でやるの。その時は4人で。4人が最高人数。そうです、そうです。で、例えば、僕対、沖合さん対、森田くんみたいなチームに分かれて、自分がホストになって、見てくださってるユーザーの方と一緒に募集して。それは楽しいね、みんなね。そうで、4人1チームでやるんですけど、日本版と海外版と海外版サーバーがあるので、海外の方ともやったりするんですよ。海外サーバーがあるの、海外の、ね、世界中の人が、世界中の人が入ってくるのよ。ほんで外国のサーバー入ってやるときって、その、ニコ生とかも見てくれながらやってんの。そう、あの同時通訳で配信してくれてるんですよ、その放送やってくれとるの。え、嘘やろ。配信してね、同時通訳。Do you speak English? Yes. Yeah. それはイエスしか言わないからな、そんな質問。Do you speak English? Do you speak English? まあ、というか今回は共闘ということで、はい、小野坂、小西チームに分かれて勝負をすると。あ、俺と小西くんが分かれるのね。はい、分かりました。で、小野坂さんは、ニューヤング TV のスタッフでとチームを組んでください。やだ。なんでや。だってダメなやつばっかり。メガネと、ラムネおじさんと、学者です。マジか、いつものメンバーやないか。ひらこー、ひらこー、ひらこーの、ひらこーののグループー、グループ4人います。4人います。討伐に出る。え、これどうすんの、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 それでどんどん敵を倒していく。で、どんどん先進んで、先この黄色い矢印出してるんですよ。ああ、はいはいはい、その方向に行ってください。そう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 、うまい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 。いや、天才天才天才。そんな早やらなかった。そんなコントローラーの持ち方初めて見た。あのね、このいつもマルチでやるんですけど、そこに入ってくる子たちって、一瞬なんですよ。これボスなん？これボス？ボス、ボスね。ようこそ。これ誰か、なんかしてんだよ。ハリネート！わ、強い相手。見せたれや、このお前、ムービーシーン。知らんやん、どうしたらええの？アップしたから終わるね。ほら、もうほら。ないないないね。なんかスタッフさんでやった時は2分ちょっとぐらいだったんですって。え、じゃあ遅いのこれ。わかんない、意外と早いんじゃない。ここ1分58秒。早い。1分58秒です。ニューヤング TV のスタッフよりは早いですよ、小野坂さんが入ったことによって。おい、2分切ってるから。お前らマジか。わあ。おっぱい出まくりやん。かわいいじゃんこれ。出まくりんやん。胸のサイズがやっぱこうキャラによって違うの。え、変えたんこういうでしょ。あ、小西くんが動かしてたのね、それ。そう、ほらほらほら、横向きにしてたのね、女の子。うん、どの子。あ、この子おっぱいの子やん、井上さん。おっぱいの子。でもこの子は、このさあ、準備できたので。あ、行きますか、小西さん。さあ、討伐に行きたいと思います。いつものやつやってください。出発。え？なんか掛け声もキャーキャー言う女の子の声ばっかりで、なんか華やかでいいですね。さっきの俺の声しかなんか必殺技使っても俺ばっかりだし、なんかにゃーにゃーみたいな、なんか女の子の声でいいですね、これは。え、何これ、何これ。え、なんでビーチボール。あー、ちょっと揺れた、すごいな。え、早っ。嘘でしょ？おい！お前ら！なんかやったな、お前ら！おい！え、なんかさっきと全然スピード…あれ？え、何これ？全然タイム違うじゃないですか。
1分18秒もう一回やったでしょ、大阪さん。いや、やりたくないです。もうやりたくないです。うちのスタッフたち、あんなもんですからさあ、そしてこちらですね、はい、新情報がありますので。新情報ここで出していいんですか。ただいまから新情報を皆さんにお伝えしていきまーす。アップデート情報よっ、アップデート情報があります。何でここ公式でやるんやろ。9月に行われたアップデートから新育成要素、はい、こちらから潜在能力開眼というのが追加されました。さらに強くできるってことをさらに強化していきましょうということで。さあ、そして、はい、ブレソル新情報をこちらですね、はい、じゃん、千年決戦編ストーリー今冬混沌配信決定。嘘でしょ、嘘でしょ、これはね、うん、ユーザーの皆さんがずっと言ってたんですよ、うん、そうなの。千年決戦編やってくれやってくれって。これやってくれないと小説にいけないんです、うん、あ、そうなんだ。はい、だからね、これはもうぜひやってほしかった。僕皆さんが待ち望んでた、待ち望んでいましたね。キャラクターだけ出て、うん、まあ、ストーリーの方はまだ配信してなかったので、うん、これは嬉しいじゃないですかね。千年決戦編ガチャ進化が9月30日の16時から、うん、登場です。で、おアプリ内では千年決戦編ガチャの PV と詳細が載っているお知らせが公開されるので、ぜひチェックしてみてくださいと。そして、はい、小説コラボ情報なんですけど、 Can't Fear Your Own World 全3巻、うん、キャラクターが2020年、はい、追加配信決定しました、うん、ということでね、素晴らしい。これはね、うん、ブリーチ千年決戦編の、うん、が一番最後の漫画だと、はい、ストーリーなんですけど、はい、その後の物語ですね、うん、それを小説でしかないか、小説でしかないです。なんと主人公が、うん、何や、木崎周平さんなんです。誰お、誰、さっきまで一緒にやってたさあ、そしてですね、はい、追加配信キャラクターがありますよ、こちら。なんで、誰ですか。アウラさんと、うん、清之助さんですね。山田さんです。アウラさんとね、山田さんです。この二人は、うん、二人配信されるんですか。配信されます、ね。どんな感じなんですかね。え、どういうこと。どんな感じ、どんな感じで、やっぱりこう能力的にこうどういう。能力的にですか。どういうことができるんですかね。空飛べますよね。どっちが、どっちが。道端さん。山田清之助さんはね、お魚を捌くのが上手です。いや、ちょっと待ってください。山田清之助さんは、ね、日本酒を作るのが上手です。絶対に。清酒作りますよ、この人は。いそうですね。うん、ものすごい、だからね、手が綺麗なの。美味しそうですね。もうすごい手が綺麗なんです。だから、もうお米のパワーですね。楽しみですね。僕は楽しみにしておきます、じゃあ。それを。さらには、さらには、2020年ブレソルで挽回。お、いや、これがあれですね。なんかここでついに挽回するってことですよ。ラフ絵みたいなの書いてんのが、小説の作者になるの。そうです。これが挽回した後のね、刀ですよね、きっとね。さあ、ということで楽しみですね、小石君。はい、そうですね。2020年はまた、はい、ね、やった。ついについにですね。待ってましたよ。小石君がクローズアップされますよ、皆さん。楽しみに。さあ、そしてですね、今回プレゼントキャンペーンがございまーす、ね、応募方法はブレソル公式ツイッターアカウントをフォローした後、公式ツイッターから投稿される小野坂雅也ニューヤング TV コラボ企画の動画 URL が含まれたツイートをリツイートしましょう。なるほど。ということで、プレゼントの内容がですね、抽選で3名様になんと出演声優全員のサイン入りオリジナル色紙をプレゼントですよ。出演声優全員、全員ですよ。ブリーチに出た人全員、いや、今日やった人全員です。あ、で、ん今日やった声優さん全員の色紙。小野坂さん、はい、小西さん、はい、全員です。メガネ、メガネラムネージさん、学者、もう多分ね、うちの見てる人たちはそれ喜ぶと思うんで2人だけやな、うん、そうなんです。
けど、じゃあ2人のサインですね。ね、サイン入りオリジナル色紙をプレゼントします。うん、また、リツイート数が2000リツイートを達成すると、はい、平子真嗣か久木修平のみが当たるニューヤング TV ガチャチケット3枚を全員にプレゼントします、応募期間が9月27日から10月4日までね。こんなことしてるの？10月4日の15時59分までですよ、うん、当選者の方には後日ツイッターの DM をお送りさせていただきます、はい、その他プレゼント応募の詳細はブリーチブレソル公式サイトをご確認くださいと。なのでツイッターの DM でね、お送りするので、うん、フォローの解除の方はしないように気をつけてくださいね。こちらもちゃんと絵がすごっできておりますよ。すげえ、あ、プリントされてるやん。これ平子って書かなかな。平らの子って書いて、平らの子。はい、はい、ね、今サインしてますよ、3枚ね。ちゃんとできます ねさあこちらのね、はい、3枚できました。4月3名様に当たるということでございます。ね、よろしくお願いいたします。ありがとう、ボーボーお待ちしております。僕、平子真嗣、ありがとう。さあ、小西さん、どうでしたか？はい、いやいやいや、まさか、ね、いつもやってるんでしょ。いつもちゃんとした公式の放送でちゃんとやってますから、情報もちゃんと出して、あの、なんやったらちゃんと PV とかでもいっぱい見て、なんかお客さんをワクワクする演出をね、たくさん入れてやってますけど、こんなね、ざっくりとして、なんかこう、特にブリーチのこう、なんかキャラクターのことも喋らず、なんかもううちわだけでもうなんかゲームやって、はい、面白かったですねなんつって、ちょっとこう情報を出す公式放送っていうのは初めてですわ。これほんま公式放送でいいですか、今年の。大丈夫ですか。また OK です。 OK です。じゃあ皆さん、また冬に会いましょう。冬に会うよね。